第3はゴブリン村での戦いに関する海外の反応集。ストーリーが少しキッズ向けのような気がするけど、すがすがしくていいね。攻略とか暗躍のような伏線がないから馴染みやすい。ペースがどうだとかって聞いたけど、いい感じに進んでるように感じる原作未読だからそう感じるのかな。このペースでどこまでアニメ化するのか気になる。狼とゴブリンの大群が CG じゃないだと。今の時代、普通だったら CG になりそうなところを手書きでやってるのが好感持てる。今のところかなり丁寧だけど、3話で漫画の1巻も進んでないからな。威圧シーンは良かったね。あおーん。声優の声も混じってて、なかなか可愛いあおんだった。コミカルになっていいね。親父殿のスキル使ったのに、声に迫力がなかったなわら。主人公のやつ声が可愛すぎる母。主を失った途端狼たちがワンちゃんになったのは少し笑ってしまった。アインズなら画廊惨殺で決着をつけてたと思う。親父殿は死んだが、最低限の犠牲で大きな戦力を手に入れたよな。今回は、獣耳リムルが見れた。今回のベストはここだな。部分的な擬態もできたのか。さすが、リムル様。悲しいことに獣耳リムルは数秒だけだった。むむ。戦いが早期決着し見事に新しい種族を仲間にできたな。リムルの優しさがよくわかる。ゴブリンのリーダーがはしゃぐのも納得。リムルが来なかったら、このおっさん死んでたんじゃないか。ベストがあるったな。進化する前の春な。こんな幼い子供たちが。名前付け待ちの画廊族が尻尾ブンブン振ってるのが可愛かったな。ランガのぬいぐるみとか欲しくなるよね。この作品を見てると本当に楽しんで作ってるんだなって伝わってくる。マソに対する警告遅すぎない？リムルとロケちゃってるじゃんわら。吸引戻ってなんかパソコンみたい。3日間も回復に費やすとは相当の消耗なんだろうな。ホグゴブリンとゴブリナに進化したら、種族は繁栄できないの？荒廃したらノーマルゴブリンが生まれてくるのかな？それともホグゴブリンかゴブリナが生まれてくるんだろうか？ゴブリナになるとエロく進化するんだな。サキュバスまでは行かなくてもエロい技を使えるようになったんだろうか？ゴブリン変わりすぎわら。リブルドって進化して若返ったのか？めっちゃマッチョになってるじゃんわら。リムル様、ゴブリンスレイヤーの連中にも名前を挙げて。リブルドは前のヨボヨボだった頃が面白かったな。弓で敵を狙おうとしても矢が前に飛んでいかないところとか。ホグゴブリンって攻撃力とかすごそう。ゴブタだけ変わってなくてかわいそう母。ゴブタくんだけ手を抜かれたけど伏線かな。テンペストウルフ族はかっこいいけどかわいいワンちゃん軍団。ランガが前足でリムルを守ってるシーンがとってもいいね。他の狼も名前もらえなかったけど強くなれたのか。ゴブリン族と同格なのかな。なんかペットみたいに扱われてそう。ランガの尻尾ブンブンはプロペラ並みの風を起こすんだな。親父を殺されてもリムルに従う忠誠心はまさに犬だねわら。口ひげリムルを忘れるなよ。みんなが静かになるまで5分かかりました。このアニメはどこへと向かおうとしているのか。まあ、外へ弱点を克服するためにリムルはまた強くなれるのかな。これから敵もどんどん強くなっていくだろうし。3つの約束をどこまで配下が守ってくれるかも注目だな。人間側が攻撃を仕掛けて、破らざる得ない状況になりそう。たったの数日でわがままボディに。この娘は何があっても守らないといけない。この見えそうで見えない絶妙なバランスが素晴らしい。ゴブリンスレイヤーの世界にもこんなゴブリンがいたら、平和だっただろうな。作画が崩れず、アニメーションの質の変わらないアニメでいてくれて嬉しい。この服は隠れてる場所と見える場所のバランスいいと思うんだけどな。黄金期ってこれだよな。性欲はなくなったのに頬を染めるリムル。まだこの時は人間の感情が多く残ってるんだな。服を強化する提案をする理由になるほどとは。赤くなってるリムル可愛い。ランガがリムルを置き場にしてて和む。リムルにべったりで可愛いわら。3日前、リムルに親父を殺されたとは思えない。まあ親父に変身できるから。ランガの声を持ったより高いな。もっと低い声をイメージしてた。バリトン。まああんまり悪いって感じはしなかったけどね。次はドワーフに会いに行くのか、村も町に進化していくんだな。どのあたりでリムルは建国を決意するんだろう。ツークールでは年になるくらいまでに収められるんだろうか。異世界魔王は終わってしまったが、シェラの遺産は残っているようだ。これこそゴブリンと共存できる理由。いやーテンスラ普通に面白い。そういえばエンディングの映像変わってたよ。1話ごとに変わるんだったらすごい。多分毎回変わるんだろうね。すごくいい試みだと思う。多分、前週のようやく。ループ。全く気づかなかった。女ゴブリンに気を取られすぎてたようだろう。テンスラの世界はとても平和で癒される。